伊藤隆介は TBS テレビのアナウンサー、防災士、修士、東京都練馬区生まれの埼玉県東松山市育ち、埼玉県立松山高等学校、学習院大学文学部哲学科卒業。中学時代に生徒会長、松山高校では、公式野球部に所属し首相、学習院大学でもアメリカンフットボール部首相を務めた。2006年に、 アナウンサーとして TBS テレビへ入社。同期入社のアナウンサーは、泉舞と水野まゆみがいる。入社後は、スポーツアナウンサーとして活動する傍ら、ニュース23のスポーツキャスターや S1 のキャスターを務めている。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ジャパンコンソーシアムのメンバーとして一部の競技中継を実況。 バドミントン女子ダブルス決勝の高橋玲香松友美咲組、クリスティナ・ペデルセンカミラリター有力未選などを担当した。また、男子ゴルフメジャー選手権の一つであるマスターズトーナメントでは松山秀樹が初めて出場した2011年から日本向けテレビ中継のラウンドリポートを担当。松山にとって10回目の出場になった2021年の 第85回大会中継では松山が最終日にアジア出身選手としての初優勝を決めるまでの全72ホールに帯同したほか松山への優勝者インタビュアーも務めたその一方で2011年に東日本大震災が発災してからは津波の被害が大きかった地域の取材やヘリコプターによる福島第一原子力発電所事故上空からの中継リポートを 担当。一連の取材を通じて、救えた命は限りなく少なかった災害報道は、被災地域で暮らす人々の力に慣れていないのではないかという実績の念に駆られたことから、月に1回のペースで、仮設住宅の避難者に生活物資を届けるボランティア活動を3年間続けた上で、二千十七年二月に防災士の資格を取得した。二千二十年四月からは、 tbs テレビへの勤務を続けながら、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程へ進学。木せの里博ろや木村光輝などとともに、平田武を研究室で学んだ後に、2021年3月で終了した。修士論文のテーマは、歴代オリンピック名場面における実況アナウンスの成功要因で、この論文で修士の学位を取得するとともに、 同研究家から特別賞を授与されている。身長は179センチメートル、体重は75キログラム。防災士や修士号以外にも、パディ、オープンウォーターダイバーや日本漢字能力検定2級を取得しているほか、イベント検定に合格している。TBS 入社後の2016年に結婚。ありがとうございます。